どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はフレンドシステムについて話してみようと思います。はい、フレンド画面にしてみました。まあフレンドさん自体の人数がね、登録できる人数が、50人なので割と少ないかなっていう気もするんですけど、ただこのゲームにおいてフレンドさん自体はそこまで重要性はないですね。まあ今の開催されている武道会でも、先進を出すのはね、自分の先進なのでそこまで重要性はないのかなとか思ったりします。あと、まあ、レイドは結構ね、重要だったりしますけども、まあ、ここもやっぱりそんなに必要かなっていう。自分が倒せるレベルだったらフレンドさんいなくても、自分の先進で倒したり、ね、自分のパーティーで、デッキでね、倒したりするので、そこまでかなと。ストーリーに関してはもう言わずがなって感じですね。もう全部クリア。できてたらもうほとんどフレンドさん頼りっていうこともないので、今のところはフレンドさん頼りっていうのはもう序盤ならともかくとして、中盤ストーリーが終わってしまって以降は そこまで重要性ではないかなという感じですかね。まあこの後、どう変わるのか、フレンドシステムがどう変わっていくのかによってもまた違うんでしょうけども、今のところはフレンドさんが、重要かなっていうのはないですかね。なので、私はなるべく申請された方のみですね、登録していく感じですかね。まああと一人なんですけども、お一人なんですけども、であとですね、そうだそうだ、ゲスト先進のね、これを意外に書いてない方が多いです。特に初心者さんに多いんですけども、書いてない方多いのでなるべく強い先進に、各属性ね書いてあげてください。私もねちょっと育てなきゃいけないんですけど、まだ間に合ってないんで、ここはね、放電回線に任せてますけども、まあ、大体ここはメギドになっちゃうかなっていう感じですね。でやっぱりこうダンテライオンばっかりでね、ダンテライオンダンテライオンダンテライオン黒騎士黒騎士黒騎士ってなってる方が多いので、まあ、ここも変えてあげると、いつまでもダンテライオン黒騎士のまんまだとフレンド登録を削除される可能性も高いので、やってない方は随時、ガチャをして先進が、取れていい先進が育ってきたら、まめに変えるようにしてあげてください。いつまでも黒騎士だと本当にフレンドとして削除されても、文句が言えない状況になっちゃったりしますので、あんまり関係ないとはいえね、そこら辺に気を配れるかどうかっていうのも結構重要だったりするので、まあ、変えてあげるようにしてあげてください。でですね、このような形で今回の動画は終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。